はい、どうも、ともきです。今回は、ちょっと変わった、ちょっとランキングをつけていきたいと思います。ですね、まあ、姫武将、いますよね。女性武将の中で、まあ、美人、綺麗な、まあ、可愛い武将を、ランキング、ちょっとね、5位ぐらいまでちょっとつけていきたいと思います。今回はちょっと個人の趣味も入るんですけども、僕の趣味も入ってしまうんですけども、ちょっと、つけていきたいと思います。それでは、やるシナリオは、群雄両乱で見ていきます。はい。では、ちょっと、姫武将なんですけれども、全勢力の武将の、ですね、男、女ってちょっと変えれるところがあったと思うんですけれども、はい、ここ、武将情報の人物のところで性別変えれます。変えれるというか、まあ、分けることができるんで、ここで見ていきます。ではでは、群雄両乱。まあ、ここだとね、結構な武将、まあ、女性武将、網羅できるかなとは思うんでね。はい。では、上からちょっと順番に、まあ、見ていくんですけれども、いいですね。いいな、オトラ。めっちゃ美人。うん。片倉北、うん、まあすごく、まあ、美人ではある。飯坂猫、うん、まあ可愛らしい感じで、義姫ちょっとね強気な感じ。まあ全部見るのもあれなんで、まあざっとね見ながらちょっとね、まあ最後にランキングつけていきたいかなと思います。はい。まあ瀬名姫ちょっと強気ですね。まあもうちょっと顔がもう怖い。増春院。あ、これ意外と、髪型はちょっとあれですけど、これ案外ダークホースな気がします。意外と美人じゃないこれ。はい。じゃあちょっと、あれ霊照院。これちょっと、なんかふくよかな感じ。この時代だと案外ふくよかな感じの女性がモテるっていうね、なんか昔だとね、そういう話もちょっと聞いたことあるんですけども、どうなんですかね。ちょっと僕の好みも入るんで、お通夜の方、これ織田家の、まあ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 強そうな武将みたいななんか雰囲気を出してますね。徳姫、これちょっと絶対狙ってる。ドタ御前、これは狙ってますね。織田家にいたの？キツの、キッチョウ、キッチョウ。わー、なるほど、なるほど。あ、いいですね。もちづき、千代。もちづき、千代城っていうのかな？はい。結構いいですね。オーバイン、三条の方。はいはい。上慶院。ちょっとこの辺はなんか、ねね。あ、これは、秀吉さんの、ね、奥さんではない方のねねさんですね。武田家。松姫。はいはい。お市、お市ね。これは、信長の妹ですよね。なるほど。まあ、まあ、ちゃちゃ。はいはいはい。ちゃちゃはいいですね。まあまあ、お初。まあ、美人系。おごう。ちょっと可愛らしい、ちょっと女の子って感じの。はいはい。まあ、なんかね、僧侶っぽい感じのね、見た目の方もいますね。女春に。ちょっとね、髪も見えないと分かりにくいんですけどもね。まあ、美人ではありますよね。妙球。水晶。ああ、かわいい。これかわいい。笑ってるからかな。いや、普通の顔も多分かわいいと思う。はい。吉岡妙林。はいはい。ちょっと強気な、まあ武将的な。妙蓮夫人。島津家。はいはいはい。お梅。ああ、かわいらしい。女の子的な感じだけども。はいはいはい。お、マリなんか持っちゃってね。はい。村松殿。ああ、これ結構美人かもしんないですね。美人ですよね。はい。真田家。山の手殿。
まあちょっと好みが分かれるかなっていう。あ、でも美人か。千姫、可愛らしい。徳姫、なるほどなるほど。ちょっとこっからランキングつけるのなかなか難しいかもしれないね。妻木宏子、ねね。あ、これが、まあ、秀吉さんのね、奥さんですね。ねね。なるほど。まあちょっと、まあ能力、賢そうな感じ。政務とかも高いし、知略も高いね。確かに賢いようなイメージですね。山内千代。ああ、これ美人。ああ、でもなんか、後ろに馬が映ってて、なんだろうね。これ美人ですね。諏訪姫？まあ、可愛らしい。今回ね、ちょっと僕の完全な好みでちょっと選んでしまうんですけれども、どうでしょう？皆さんのね、変わってくるかもしれないですけど、意見がね。おせん。うわ、これちょっと狙ってるな、菊姫。これはちょっと狙いすぎかな。長尾家？上田長尾家にいるみたいなね。戦闘員。なんか強そうな名前だな。戦闘員っていう割には VU45？ なるほど、なるほど。沼田じゃこ。ああ、なんか、細川雄斎のなんかあれ、なんか聞いたことありますよね。沼田じゃこ。あれ、ガラシャと関係ある？ガラシャの影響で、キリスト教に寄与？なんか聞いたことありますよね。ガラシャ出ました。まあ、なんか、ちょっと悲しげな、ミステリアスな感じ。ああ、いいですね。ガラシャいいですね。光秀の三女。細川忠興の妻になると。なんかすごく有名だよね、ガラシャってね。伊達お波。ちょっと髪型でね、ちょっと分かりにくい部分はあるんだけど、なるほど、なるほど。冬姫、ああ、可愛らしい。本多小松、ああ、意外といいね。本多忠勝の娘。意外とね、好みかもしれない。ちょっと強そうな、強気な感じが。成田海、うわ、これいいな。ちょっと、ああ、ちょっと好みバレちゃったな。ちょっと強そうな感じがすごくいいですね。松。利家の正室。なるほど。池田線。ああ、なんか、すごい。なんだろうな。誘ってくるような視線を感じます。ああ、いいですね。池田線。斎藤福。斎藤利三の娘？串橋テル。なるほど。橘銀千代。ああ、ちょっと強そうな、気の強そうな感じで。あ、ちょっと能力もね、強いです。VU86。めちゃめちゃ強い。まあ、今回は能力というよりは、まあ、ちょっと可愛いかどうか、美人かどうかっていう部分なんで、彦鶴、なるほど。出雲のお国。ああ、これね、もう超有名なね、歌舞伎踊りの始祖。なるほど。大堀うつる？大堀、大堀、大堀か。鶴、大堀鶴。なるほど、なるほど。ちょっとまあ、かわいらしい感じで。この辺までですね。ではでは、ちょっとこっからランキング、5人に絞んの？ちょっと一旦ストップして、ちょっと考えます。お待たせしました。ちょっとね、今、考えて、まあ、ちょっと時間をもらって、ちょっと決めちゃいました。まあ、今、ちょっと映ってんのが、こちら、井伊直虎さん。これは多分ね、5番以内に皆さん入れるんじゃないかなとは思うんですけども、僕はね、まあ、5人中の5番目ですね。
5番目に井伊直虎さんを入れたいと思います。今川家家臣、直盛の娘。おー、いいですよね。美人、かわいい、かわいいというか美人っていうか、うん、すごい美しい。では4番目いきます。はい、4番目はこちら、望月、余女。こちらをちょっとね、今回4番目にちょっとランキングちょっと入れてみたんですけども、武田家の、家臣ということで、信玄のくの一として仕えていた。なるほどなるほど。まあちょっと、あ、そうだ、能力もちょっと一応見てきますか。こちらの、あ、能力高いですね。武勇とかも知略、まあ統率高いですね。はいはい、まあ戦闘でも使えるっていう感じ。あ、ちょっと5番目の、先ほどの直虎さん、こちらも確かまあまあ使えるよね。はい、武勇が60代で他は70以上、高い高い。はい、では次3番目いきます。はい、3番目はこちら、水心、石谷三政の娘、長宗我部元親が25歳の時の性質ですって。はいはいはい、めちゃめちゃ可愛い。これはね、もうとびっきり、ちょっともうダントツで、か可愛さで言ったらダントツなんで、もうちょっとね、もう入れちゃいました。3番目なんですけどね、ちょっともう推進、もうね、1番に入れてもいいぐらいかなっていうぐらいの可愛さですけども、とりあえず今回は3番で、はい、お願いしますって感じで。はい、あ、ちょっと能力見ていきますね。武勇がちょっと40代、あとはまあ60前後70、統率が70だね。まあまあまあ普通というかね、そんな感じですね。では次に2番目いきます。はい、ちょっとね迷ったんですけども、これはね、もう完全に僕の好みです。はい、ちょっと、悲しげな感じもあって、あ、本田小松ね。本田小松、忠勝の娘。まあちょっと、僕がトンボキリっていうね、チャンネル名つけてるから選んだわけではなく、まあ単純に、まあ見た目ですね。ちょっと悲しげな、でも、すごく美人。はい、めちゃめちゃ美人かと思います。家康の養女として、真田信之に嫁いだ。はいはいはい。まあ一応能力も見ていきましょう。まあめっちゃ美人は美人ですよね。まあちょっと好みがかなり入っちゃったんですけども。はい。能力は高いです。まあ武将っぽいね、服装を着てるだけあって、まあちょっと武勇とか、まあ統率も80あるし、他も高いですね。はい、かなり使える武将、本田小松。では今回の信長の野望新生の美女ランキング、ちょっと個人的な意見が入るけども、ランキング1位はこちら、成田海。こちらをね、今回1位にさせていただきました。ですね、ちょっと斜め向いて、ちょっとあれなんですけども、正面もちょっと見てみたいなって気もするんですけども、すごくバランスの取れていて、なんだろうな、まあとにかく美人、あとまあ個人的なね好みもちょっと強そうなね女性がこあのタイプっていうのがバレちゃったかなっていう気もするんですけども、まあすごく綺麗、はい、美しいですね。はい、これは、成田氏長の娘。はい、で、三田三成率いる大軍から、忍び城を守る。はいはいはい、なかなかの、活躍。いや、後に羽柴秀吉の側室となった。おー、それだけ美人だったっていうことですよね。じゃあちょっと、まあ能力も一応見ます。めちゃめちゃ高い。武勇と統率80超えてます。まあ、政務と知略は、まあ、普通よりちょっといいかなぐらいで、まあ、使えますね。かなり武将としても使える武将。まあ、見た目、まあ、美人ですね。ちょっと強そうな感じが、本当いいかなと思います。はい。
ではちょっと今回はかなりね好みが入ってしまって申し訳ないんですけども、皆さんの、意見とはちょっともしかしたらちょっとね違ったかもしれませんが、はい、今回はランキングちょっと、5番目、5番まで、美女ランキングつけてみました。はい、それではまたいろんな信長の予防申請の動画、いろんな動画出していきたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。